こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今日はですね、4ビートの元々の骨格ってどうなってるのっていうお話なんですが、こちらの、譜面見てもらうとですね、わかると思うんですが、ベーシックって四分音符だけでいいんですよ。で、そのスイングするっていうのは、いわゆるその前も解説したみたいに、これがトランポリンを飛ぶ自分で、ここがトランポリンで蹴ってて、スイングするっていうのはブランコとかそういうのイメージなんで、ベースと一緒にこうやってスイングしてればいい。これが基本になるんですね。なのでという具合に、シンバルレガートっていうのは、レガートっていうのは、まあスイングさせるっていうのはこういうことですね。で、レガートっていうのはつなげるっていう意味なので、これをこうハイハット2音を踏んだりすると2から1へ3へ4から1へってつながっていくから、これがプッシュする役割、スイングする役割、これです。で、ドーンっていうのが、これがいわゆるその僕の理論では入れても入れなくてもどっちでもいい音ですよ。まあ、いわゆる装飾音符なんです。次の音を押す音、だからこの裏の音は、これ僕は3連で書かないようにしてるんですが、もっと後ろ、これ高く飛んでるイメージでやると、あんま高く飛べなくなっちゃうんですね。だから、高く飛ぼうと思うと、同音は後ろであればあるほどいいって感じなんですね。なので、この同音っていうのは16分音符の4つ目に便宜上書いてありますが、これ基本的には5連符の5つ目って僕はよく言ってますけど、そういうぐらいのリズムで取りますね。で、このドーンっていうのはどこに入れてもらっても、だんだんドーンがこう前に前にこう来るように作ってありますが、そうすると6番は、で、全然スイングしますからね。で、7番、じゃあなんで7番の音符が一番よくこう面に書かれてるかというと、7番って2拍4拍でハイハット踏んだ場合、裏から表の流れにドーンが入ればすごく合理的で一番スピードが上がるんですね。なので、例えばシンバルレガートを、っていう風に押す音をいろんなところに入れると、スイングしてるけどふわふわした感じ、それがそこから途中で、こういうふうにすると急にオーバードライブがかかったみたいにグッとスピードが上がっていく感じ、これが一番加速しやすい漕ぎ方なんですね。だから7番が一番加速しやすいので、7番をレガートをするんだけど、別にこれを固定する必要はなくて、例えば左手と一緒に、というふうに右手が一緒に動いてしまってもいいんですが、今のレガートが一定していると、こう進んでいく中でこう合いの手を打ってる、これはって打つたびにそこでちょっと減速するみたいなイメージがあるでしょ。だから、ただスイングしてるので、これは別に間違いじゃなくて、だからこう例えば A メロをふわふわさせておいて、サビに行くとこの2この7番のパターンばっかりやるね。で、また A メロに戻るとまたふわふわさせるっていうのをコーラスでやってもいいし、1コーラス目ふわふわさせておいて、2コーラス目だったらいきなり7番のパターンにしてオーバードライブかけて加速していくっていうような使い方ができます。なので、シンバルレガートっていうのは、ここに書いてあるものが全部シンバルレガートになるので、どこでどれをやってもらっても全然構わないですね。シンバルレガート、あとはまあシンバルレガートでシンコペーションするっていうのもできるんですが、それはまあここのプリントには書いてないんですが、といった具合に、シンバルレガートっていうのは
ベーシックはハイハットがなくても四分音符だけでも全然成立するんですよ。なのでこのレガートが自由にできるように一応プリントつけてありますから、ここのプリントを見て、ベースラインも載せておきますから、ブルースのね、これを全部そのベースラインに合わせて一緒に飛ぶ練習をしてみてくださいっていうことでございました。以上です。ありがとうございました。